皆さんこんにちは。ゆっくりよしきです。ゆっくり霊夢です。今回は2021年令和3年10月30日に行われた松川町の駅開業100周年を記念して松川町公民館で様々なイベントが催された際の動画です。2021年って、よしきはこの時高校受験の時期だったんじゃないの？しかも10月の終演だし。まあ息抜き程度で行ってきたんだよ。それじゃ展示物の公開から行くよ。これはかつて国鉄飯田線を走行していた119系の側面幕だよ。快速の幕表示だけどよく見てみると区間快速だね。え、なんで区間快速なの？よく見てみると天竜橋、稲大島、普通ってあるよね。つまりこの列車は天竜橋駅稲は快速列車での運転で天竜橋駅から終点の稲大島駅までは普通列車になるんだ。それだと今の飯田駅発長野駅行きの快速みすず号も途中の稲福岡駅までが快速運転よね。まあ、幕は岡谷駅まで快速らしいけど岡谷駅まで9駅しか駅を通過しないのよね。快速列車とは、無断で動かさないでくださいってあるけど許可を取れば動かしてもらえたのかしら？まあこの快速稲大島の幕が貴重だからこのままでもよかったかもね。これはかつて飯田線を走行していた電気機関車、ED62 型電気機関車のラストランヘッドマークだね。引退が1996年ってもう30年近く経つのね。これは国鉄時代の駅員さんが持ってた切符バサミだね。正式名称これで合ってるか知らんけど。いやなんかもっとすごいもの出てきたけど。こりゃ驚いた、タブレット閉塞じゃないか。飯田線では1983年頃まで使用されていたね。これは特急稲地号が臨時列車で駒ヶ根駅まで運転された当時の幕だね。また駒ヶ根駅まで特急稲地号、来てくれないかしら。そしてすごい年季が入ったスタッフ。この汚れ具合が国鉄を感じるわね。あ、Nゲージも運転されてる。よし、それじゃあNゲージの走行映像を見てみよう。213系5000番台だ。これはすごい、飯田線の名称忠実に再現している。田本駅だ。さらに通過していくのは2面2線時代の山吹駅だね。稲大島駅も忠実に再現。119系湘南色もいるね。下駄電だ。これも飯田線を代表する車両のうちの一つだね。この稲大島駅はかつて貨物列車の引き込み線があった切り欠きホーム時代を再現してあるね。飯田線は短い貨物列車が走ってたわね。古い写真とか見ていると駅の側線に貨物列車がちょこんと置いてあるイメージがあるわ。これはうぐす駅付近にあった旧線時代の鉄橋と新線の鉄橋が再現されているね。旧線は1982年に廃線となってそこから新線となったのよね。119系も飯田線の顔のような存在だったね。1983年に下駄電の後継電車として長年活躍したのよね。お、下駄電と119系のすれ違いだ。
そして飯田線以外の車両も運転されているよ。これは221系のみ連結だね。飯田線と編成数の差がエグすぎる。まあこっちは2両編成から4両編成が限界だからね。700系新幹線も走ってる。500系新幹線フル編成も来た。さすが新幹線で初めて時速 300km を出した新幹線だ。飯田線の列車たちも保存されてるね。115系長野色もいるわね。下駄伝のように当時の飯田線は自分でドアを開けて下車していたんだね。80系もほんと古いな。80系も飯田線に来てたのね。213系がトンネルから飛び出してきた。残像が物語ってる。お、これは片桐松川橋梁かな。ここは飯田線の人気撮影スポットなんだ。清流の松川と晴天のアルプス止まったりした飯田線、まさに長野県らしい鉄道を感じさせるわね。あと飯田線じゃないけどすげえ貴重車両もあった。EF66 型電気機関車と20系寝台客車だ。あまりにも車両が貴重すぎる。313系連結211系の中央再線仕様の列車がやってきたね。いや、よく見ると313系がロングシートだから。静岡ロングシート地獄だー。おいちょっと待て、なんか後ろからやべえ列車来たんだけど。旧満州鉄道のアジア号だ。いや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 、日本と旧満州のギャップがやばいって。こんな SL が現代に蘇ったら発狂ものよね。あとリニアライナーの展示もあったよ。いや、おもちゃにしては速度が速すぎ。本当に速すぎるからブレブレだよ。おお、急行駒ヶ根号のプレートがある。確か高速バスにお客さんを取られちゃった急行列車よね。そうなんだよ。だからちょっとかわいそうな急行列車だったんだ。それではこの辺で動画を終了します。ご視聴ありがとうございました。No, no, no.